大波は、海上自衛隊の護衛艦、綾波型護衛艦の6番艦。艦名は、大波に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍遊雲型駆逐艦、大波に続き2代目にあたる。大波は、第一次防衛力整備計画に基づく昭和33度、計画1700トン型警備艦1611号艦として、 石川島重工業東京工場で1959年3月20日に寄港され、1960年2月13日に浸水、1960年8月29日に収益し、呉地砲隊に直轄艦として編入された。1960年8月31日、呉地砲隊霊下に新編された第11護衛隊に高波と共に編入。 1961年2月1日、第11護衛隊が自衛艦隊令下に再編された第2、護衛隊軍令下に編成がえ。1971年2月1日、第11護衛隊が護衛艦隊令下に新編された第4、護衛隊軍令下に編成がえ。1973年12月16日、第11護衛隊が第3護衛隊軍令下に編成かえ。 低傾向が佐世保に転籍。1977年12月1日に、第11護衛隊が佐世保地方隊霊下に編成がえ、1980年に単魚雷落ち車器を撤去し、68式三元装単魚雷発射艦を2機装備する対戦攻撃能力強化工事を実施。1987年2月20日、第11護衛隊が廃止となり、 特務官に種別変更。艦籍番号が ASU-7013 に変更。佐世保地方隊に直轄官として編入。1990年3月23日、除籍。1969年頃。ありがとうございます。